バルーンカテーテルを冠動脈内に挿入いたします。先ほどと同じようにワイヤーを左手でしっかり握り、投資を入れてバルーンカテーテルを冠動脈内に挿入してまいります。バルーンが冠動脈の入口部に位置したときに造影剤を注入し、病変部の位置を確認してバルーンを挿入いたします。 バルーンは一度、病変を完全に通過することを確認した後、引き戻して病変部にアジャストします。ここでもう一度増え剤を注入し、病変とバルーンの位置が適切であることを確認した後に、インフレーションを行います。病変部とバルーンの位置が適切であることを確認した後に、 バルーンのインフレーションを行います。インフレーションデバイスのハンドルを回して、だいたい6気圧から8気圧ぐらいで、えー、をかけます。投資下でバルーンが開台し、インデ,イン,デンテーションが取れてく、えー、ることを確認いたします。この場合にバルーンカテーテルのレーテッドプレッシャーは、あらかじめ確認しておくことが必要です。 バルーンの階段によってインデンテーションが取れた場合には、取れたことを確認した後に、えー、デフレーションをかけます。バルーンのデフレーションをトシカで確認して、バルーンをガイドカテーテル内に引き戻します。 バルンカテーテルをガイディングカテーテル内に引き戻した後、と造影剤を注入し病変のが拡大していることを確認します。